そして改めて今からできる備えについてです。はい、まずは家の周りを片付けましょう。植木鉢やサンダル、傘など外にある飛びそうなものは室内に移動させましょう。このような身近なものが猛烈な風に乗って飛ばされますと大変危険です。こちらは秒速35メートルの風でビニール傘を飛ばした実験映像です。厚さ3ミリのガラスが割れました。こちらは秒速51メートルの風で飛ばされたスリッパ。こちらもガラスが割れています。まあ、物が本当に物が、ね、はい、飛んでしまうと、自分がこう予測していないと加害者になる恐れもあるということですから、はい、気をつけなければいけませんね。はいはい、またベランダの物干し竿は下ろしておきましょう。自転車は屋内に移動させるか、倒して柱などにロープなどでしっかりと固定をしてください。風が強くなる前にこれらの屋外での作業を完了させてください。はい、そして飲み水や食料などは3日分用意しておきましょう。停電対策としてモバイルバッテリーやスマホ、ハンディファンなどをフル充電しておきましょう。また懐中電灯などが点灯するか確認しましょう。はい、停電時の暑さ対策として保冷剤や水を入れたペットボトル凍らせておきましょう。はい。